令和5年10月27日、ザ・ Q&A メンバー限定ライブその3です、はい。ここではですね、なんかいつの間にか我々が知らない間に新しいコーナーができています。ご紹介ください。今週の上滝。というわけで、はい、今週の朝敵というコーナーがいつの間にかできた。できたんですね、はい。これも明らかに飛来効果ですね。ありがとうございます。はい。まあ、みんなで言いましょう、あのね、朝敵って。はい。はい。はい。視聴者様から質問来てます。はい。稲田知美氏が星とは何かを語っていました。先生方はどう思われましたか。北海道の A さんからのご質問です。はい。MY2 さんの X です。自民党は保守政党だ。自民党稲田知美。自民党は立党以来日本を代表する保守政党だ。今この国の保守が揺らいでいる。保守とは寛容で人に優しく多様性を認め謙虚さを持ち、先人が積み上げたものに敬意を払いつつ未来に向けて断固改革を進めていくことだ。これすごくないですか。こういうことを彼女が平然と言うって。まあサイコパスですね。はい。サイコパス。はい。すごいと思うな。ちょっとじゃあ20番平井さんの、はい、はい。保守は全く揺らいでいない。安倍元総理が反対した LGBT 法強行成立を通じ、保守辞任議員の正体が明らかになったので、本物の保守と偽物の保守とを区別しているだけだ。男系男子による皇位継承を危機にさらす者は朝敵、偽物は有権者の洗礼を浴びよ。もう そのままです、はい、もう平井節がかなりないそれ、いや、あの平井さんのツイートだと分かんなくてももう分かるよね。もうなんかね、もうあ、これ平井さんだ、あ、これ平井さんだよこれもうね、あのポンポンポンで、これね、字数制限があるからね、うん、あのこうたもうエッセンスだけパッ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 と抽出してで書いていくんで、こういうね、あのリズムとトーンになるわけですよこれね、体言止めしてるからね。あ、そうですね。朝敵。朝敵字数のおかげです。これね、300字だったらもうちょっとね、柔らかくふわーっと書けるんだけど、もうね、140字で表現しろって言ったらもうこれしかない。でも平井さんはあれ書けるんじゃないの？え？あの、なんだっけ？長い文章。うんうん、なんとかブルー。みたいなの、うんうん、つけてますよ、あの、うん、純正マークを、純正マーク、はい、うん、はい、あのなんだろう、変なあのなりすましアカウントもできたんでですね、あ、そうなんですか。で皆さんにわーってね、これ危ないよっつって、うん、であのみんなが通報してくれて、うん、株屋のね、なんかね、僕 LINE もやらないのに、うん、なんか LINE で投資がこんなにな、あの増えますよなんてね、偽ページがあってできて、で僕は警鐘鳴らしただけで、フォロワーの人に、あの、うん、こんなのにね、LINE、僕はまず LINE やってないと、うん、それからこんなね、あの経済的ね、詐欺的犯罪に巻き込まれるリスクもあるよと、だからとにかく気をつけて拡散してくださいって言ったら、あの僕のページをそっくりの引っ張がされて、なんだっけな、なんか株屋ですよ、あ、株屋を、株屋のって書いてるけど、株屋を称する多分投資詐欺だろうね、うんうん、あれは、うん、大先生の理念と真逆ですか、ね、真逆、あんなね、もう LINE でんだ株の手段なんてやりませんよ、んだバカバカで、いつの間にかそんな広告塔に使われてで私が保証しますとかってなんかやってるじゃん、なってる、絶対儲かりますとか言って、だから結構ね、あの類似の被害に遭ってる人多いみたい。あの、うん、だってあの、うん、番組に来てくれるあの森永康平君ね、彼のもいっぱいあって、で、あの僕も見かけて、何これと思って、こんなビジネスしてるって聞いたことないと、で本人にあの渡したらね、そうなんです実はとか言って、でそれなんか通報して止めても止めてもね、もう蜘蛛の竹の子のごとく湧いてきて止めきれないんだって、うん、ね、中国が多いらしいですよ。うん、いやー、まあ、ね、気をつけましょう。悪に利用されるようになったということですけど、もう有名になったっていう、いや、はい、うん、
もう平井さん、そういうビジネスはしていません。はい、あとね、見てほしいのは、大体見てほしいのはね、うん、あのフォロワーの数、うん、大体ね、1人とかね、100人とかね、偽アカウントって言うと、フォロワーの数見たら、もうすぐ分かりますね。はい、そうだよね。そうです。いや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 。恐ろしい。まあそれでですね、まあこれ本当不思議な話だよね。うん、あのだって日本保守党ってなんでできたのって。どういうこと？この人が働いてた LGBT でも呆れ返っちゃって、ふざけるなということで怒り狂って、はい、もう新党立ち上げますって言って本当に作っちゃった。じゃあそこにみんながうわーって殺到したっていうことでしょ？そうです。で、そのきっかけ作ったんでしょ？そうですよ。きっかけ作った人が、何今この国の保守が揺らいでいるって自分が思いっきりこう揺さぶってるんじゃない。そうですよ。いやびっくりだな。謙虚な気持ちを持ちだってルール無視しておいて強引に詭弁を弄してやっておいて謙虚さを保ち先人が積み上げたものに敬意を払いつつ、いや先人が積み上げたものを破壊してたんだよこの人。だって日本の歴史や文化伝統に基づいてるものを破壊しまくってるわけでしょ。そうです、うんね、こういうあの伝統文化を破壊する人を左翼って言うんですよ。断固改革を進めていくことだ。断固は破壊を進めていくことでしょ。そうですよ、うん、これはね、いやすごいな。だけどうーん、でも安倍さんもだからね、気がつかなかったかな、まあ、気がついたんだろうけどちょっとね、もっと早く気づいておくべきだったかな、ね、山岡先生があのこちらの、ね、本とかでもなんかおっしゃるように、うん、その自民党立党の時から、うん、もうすでにその日本の独立を、まあ、一応掲げてはいたんだけども、まあ、吉田茂さんの時からもう、うん、あの本質をちょっとずらした形で その始まりだったっていうところがあるので、はい、本当の保守政党なのか、その中に保守の政治家もちろんいたとは思うんですけども、うん、自民党自体がいやそうなんですよ、うん、どうだったか。だから佐々さんが今おっしゃったようにね、あの要はね、あの選挙互助会なんです自民党って。いやはっきり言うとね、選挙互助会なんですよ。それで、うん、あのその互助会に左翼から保守までみんな入っていて、うん、で今はあの左翼の人が総理大臣やってるから、うん、左翼自民党なわけですよ、うんうん、でだから変な話ですけど、アメリカで言ったら民主党と共和党が一つになった政党があって民主党系の大統領が出たり共和党の系の大統領が出たりして、うん、で全然違うねっていう、そんな感じじゃないですかね。だって、まあ、だからあの本当この本に書いたのは、まあ、そもそも、まあ、でも自民党も最初はちゃんとした人もいました、はい、いたんですけど、まあ、吉田茂の時からずっともうあのもしアメリカが作ったレジームを維持していく 、うん、あの政党ですから、はい、だそこをよく理解しなきゃいけないわけなんですよね、はい、だ そういう意味ではもともとだから保守といっても、敗戦レジーム保守、うんうん、なんですよ、うんうん、だ本当の意味での保守じゃないんですよ。 そう、うん、それはねもう認めざるを得ません、はい、だからそこに立ち戻ってやり直さなきゃいけない、うんっていうことなんですね、まあ、僕はここではその、秀吉の時代までも鎖国ができたんだからあの時は、うん、そこまで、戻って、見直してかつ戦後も全部見直さなきゃいけないっていう論点でやり直そうってことを提案してるんですけれども、しかし確かにその従米保守敗戦レジーム従米保守なんだけれども、稲田さんはさらにそこからもうアメリカの民主党に習っちゃってで、うん、極左まで、極左ですよね、極左ウォーク、うん、だ保守、もうそこまで言っちゃうと保守って言葉使えなくなっちゃうわけですよ、うんうん、だから従米敗戦レジーム極左ウォーク政党になっちゃった、そうですね、うん、本当ですよ、そこまで言っちゃったわけ、うんうんうん、だから本当見直す。でもその時ただ単にその自民党がダメだったらもうみんな思ってる、ね、日本保守党も思ってる、賛成党も思ってる、みんな思ってる、我々みんな思ってる、だけど自民党がダメだというだけじゃなくて日本の戦後の歩み自体がね、もうあの間違ってるというところまで戻んないとやり直せないです、
ただ自民党を解体するのに下すだけではダメですね、はい、というふうに思います。その理念のレベルで我々目覚めないと、はい、いやいや、この本当に稲田さんすごいね、うん、まあ、言葉にならない、いろんな笑いを提供してくれるといえばしてくれますけどね、はい、すごい、はい、では21番、額賀衆院議長、皇居を訪れ宮内庁側に謝罪していた。天皇陛下に式辞文書を手渡すミスで議長の謝罪は前代未聞ということなんですが、これは、新たに就任した額賀衆院議長が天皇陛下に誤って文書を手渡したミスについて、額賀議長本人が皇居を訪れ宮内庁側に謝罪していたことが分かった。議長の謝罪は前代未聞。額賀議長は20日国会の開会式で式辞を読んだ後、本来は式辞の文書を持って演壇から退出するべきところ、誤って陛下の座られる席へと階段を上がり文書を手渡した。陛下はやや困惑したような表情を浮かべながらも笑顔で文書を受け取られ、額賀議長はその後の会見で緊張した結果で反省すると述べていた。しかし関係者らから反省だけでは許されないといった声も出ていたため、本人が開会式後のお礼のために皇居を訪れた際に謝罪をしたということです。平井さん、これは朝敵ですか？もうね、朝敵というよりね、もうね、不敬、もう本当ね、ありえないって。でね、まあ、この額賀さんとしてはこれ初めてこの衆議院議長になって国会になった、うん、まあ、国会のこの、ね、開会式に、うん、でこれを読んだ、式辞を読んだわけですけど、うん、これね、普通はその後どうするかとか調べますよ、うん、もちろんだって、ね、うんうん、もちろんですよね。でその少しでも事前に調べておけば、ここはね、ここに記事にも書いてますけど、式辞の文書を持って演壇から降りるんです、うんうん、ね、で、はい、それはもう分かるわけじゃないですか、うん、ちょっとね、それがね、何を思ったかね、読み終わったらね、階段上がって天皇陛下に入って渡したわけでしょ。自分が読み上が、読み終わったものを。ものをね。これはね、もうね、僕、ツイートで書きましたけど、これ、末代までの恥ですよ、これ。もう、末代までの笑いもの。はっきり言って。でね、これがね、なんか、トラブルで起きたんじゃなくて、ね、下調べしないで起きたっていうのはね、本当本当にね、見てるこっちが恥ずかしいですよ。これ渡したでしょ。渡ちょっと天皇陛下が苦笑いで。天皇陛下困ったなと思ってらっしゃるのね、この顔はね。だけどね、ぬかが間違えてるぞとはさすがにおっしゃらなかったですね。うん、優しいですね。そうですね。だけど、額賀さんってだけど、その昨日今日の政治家じゃないでしょ、でしょ、この人。で、国会何十回も出ててね。で、議員長が渡さないで持って降りるのは、何十回見てんだろうと思うんですけどね。何を血迷ったんですかね。壇上に上がって渡した。まあ、やっぱり名前からして抜かりがありますね。抜かりありますね、本当に。そうですね、はい、いや、もう笑うしかない。まあ、もう一人はでもね、まだまだまだあるんですよ、平井さん。次行ってみましょう。はい、新党大臣が文春法を食らってました。クルド人問題といい、この人は何なんですかという大阪府の S さんからのご質問。新藤義孝経済再生大臣がコンパニオン宴会で有権者買収疑惑ということで、文春オンラインが報じています。はい、これ平井さんご存知ですか？コンパニオンやったんですか、うん、今度は。まあ、だからコンパニオン、まあ、要するに、まあ、簡単に言うとですね、要は、まあ、自分 の、 その政治資金団体とかでですね、まあ、会合パーティーみたいなものをやった場合、それを会費で、まあ、集めてやると。でそれがこう、まあ、足りなくなると、赤字になっちゃうと。そこに、自分が補填するとですね、それは違反になってしまうと。なるほど。いうこと、要するに寄付、うんうん、で違反になってしまうということなんですよ。で、だけどそもそも、なんで、その赤字になるのかと、うんうんうん、
その最初から若いじゃないですか。そうですよね。うん、それ、うん、うんうん、で なんで赤字になるのっていうことを調べたら、若い女性をコンパニオンとしていっぱい入れてて、なるほど、うん、だからそのおじさんたちが、うん、もう仕事のね、あでやかなドレスを身にまとう女性が赤ら顔の男性に食事を運びお酌をしている、隣に女性をはべらせ料理そっちのけで会話に興じる参加者も、うん、これは一昔前の温泉旅館における宴会ではない。主催者はこの度2度目の入閣を果たした新藤義孝経済再生担当相、彼が代表を務める資金管理団体の総会での光景だと、まあ、いうことなんですね、うん、いやこれだってあれじゃないですか、こういうことを言ったらあれかもしれないけど、一昔、本当に今回って一昔前にね、農協だとかなんだとか、うん、そういう人たちが温泉旅館に行ってコンパニオンを呼んでどんちゃん騒ぎをやってたというのは昭和にはあったわけですよね。はい、でこれがですから、その、まあ、だから桜を見る会でも随分叩かれたように、うん、その費用の不足分をですね、補填すると、それは有権者への買収に当たると、うんうん、まあ、いう、まあ、公職選挙法違反、はい、と、まあ、見られる可能性があるわけなんですね、うん、で、じゃあなんでそんな補填しなきゃいけないお金かかるのって言ったら、このチャイナドレスの、若い女性をいっぱいこうはびらせてはびらせていることが、原因どうもそうだったということなんですね。でですね、これで、まあ、文春が突っ込んでですね、まあ、その整形アクセスっていうのがこの新藤さんのこの資金管理団体なんだそうですよ、うん、それで、その会長をですね、務める石川さんとかいう人にですね、はい、その総会にコンパニオンを呼んでるが石川さんが呼んだんですかと、うん、いうふうに質問したと、うん、この人は講演会会員でもあるということですね、はい、で、違う、それとまた別の人ですね、整形アクセスと連合後講演会の会長を務める方にですね、誰がそんなこと言ったの、料理を配ってもらったりね、川口の文化だからと文化とは、いや昔からそういう文化で宴会には女性がつく当たり前の文化があるんですよと、女性には何をお願いするんですか、全部だよ、お酒をついだりいろんな手伝いやってもらっている、二次会に行くこともそういうこともあるよねと、だから文化なんだそうです川口で、うん、川口はクルド人も入れて多様化ですとかね、不法滞在者が住みやすい町とやっていて、同時に、そういうこう総会だなんだってやると、女性コンパニオンを入れるのが当たり前で、足りない分は議員が補填する、でそれ買収じゃないのと、でそういう人がその元総務省で、総務省ですね、本当総務省ですよ、うん、本当にだからね、まあ、本当になんだろうね、この川口ってとこが信じられないね、川口の住民がかわいそうですけど、いやだから住民もっと怒んなきゃいけないですよ、だってね、そこの地域の選出された国会議員は地域のことはそっちのけで、要するにあれでしょ、その支持者集めてどんちゃん宴会しかやってませんって話でしょ、うんうんうん、でなんか知んないけど大臣になりたいから LGBT 法僕は欲しいですなんて言いながら LGBT に走り回ったわけじゃないですか、そうです、うん、こんなの選んでていいんですかね、川口の人はね、もっとね考えた方がいいと思いますよ僕は、いや本当ですよね、まあ、地元でね幼稚園も経営されてるという、まあ、ことなんです。一族でね、ご両親が設立した、幼稚園の、園長も務めたと、うん、という教育者の一面を持つと、一方で女性スキャンダルに事欠かないと、まあ、いうことなんですけどね。だしね、もう本当にね、ちょっと思い出しましたけど、この安倍さんの一周忌の追憶する式典が明治記念館であって二次会があったんですけど、うんうん、池シャーシャーと来てましたよ。うーん、あれ何
どの面下げてきてんのこの人と思ったんですけど、なんか来てね、なんか真ん中の方に座ってましたよ、うん、考えられないよねこの厚顔無恥さと思ったんで見てましたけどね、うんうんうん、LGBT 法案通った後通った後ああそうそうそうですああかなあの7年だから7月の、ねうんうん、あれ6月でしたそうそうそう7月だからそうだね、うんうん、いやびっくりしましたよあれは、うんうんうんまあ、そういう人なんですよね。そういう人なんですよね。まあだからまあ有名なね、8万円のそうそうそうとかね。ね。うん。だけどでもだからそれまあだそれがあれでしょ。後援者の葬儀の後に行くっていう、うん、そこ結構すごくない？だからお葬式の後に行く、うんうん、行っちゃうと。うん。だから本当にもう一回言いますけど、川口の有権者の人ね、これ見てたらよく考えた方がいいですよ、うん、本当に、うんうん、そうね、ね、ね、うん、で本人がそんなことやってる間にね、どんどん住みにくい危険な状況に陥ってるわけだから、だからそういうことをね、放置したり進めたりしてる人をその権力の場から対処してもらわなきゃいけないわけですよ、うん、対処してもらう手段というのは選挙しかないわけだから、うん、本当にね、家でねゴロゴロしててですよ、投票日にそれで川口が住みにくくなったなんて言ったら、それはその言う資格はないです、うん、やるべきことしてないんだから、変な人選んじゃうと ね、うん、自分に返ってきちゃうというのは当然のことなんですよね、はい、いや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 、それではどうしようかな、時間はまだある？あ、そうじゃね、ちょっとじゃあね、はい、ちょっとこう中国問題に飛びましょうか。27番、27番、はい、中国の侵略の実態について教えてください。埼玉県 M さんからのご質問、うん、山岡さんの X です。中国共産党と中国人は分けて考えよう。中国人はいい人もいるというお花畑のの人がいるが、日本がどんなに貢献しても中国共産党は徹底した反日教育を行っている。国民動員法があるこの国から移民を入れることがどれほど危険か計り知れない。日本政府は反日教育の中止を要求すべきだが、岸田では無理だ、うん、ということで、その中国共産党と中国人を分けて考えるべきだとかっていう人もね、いるけども、でもそれはちょっと無理なんですよ、うんうん、はい、それはだからもちろんその中国人、その個人的に付き合ったらいい人だってもちろんそれはいるって、それはまあ当然どの国の人もそうです、はい、ただ問題は2点あって、一つはよく言われる、まあ、平井さんもよく指摘しているように、もう法律があって、ね、うん、国防動員法だとかね、うんうん、そういうものあるんだから、だからもう動員されちゃう、はい、法律で縛られているということで逃げられないということが一つと、それからもう一つは徹底した反日教育が行われているということですね、若い時から。だから変な話ね、こう年代が下って若い人間ほどもう子どもの頃からそういう徹底した教育を受けているので、そういうものがもう染みついているわけですよ、うん、もう本当に小さい時からやられてるからね、うん、そういうことを何の躊躇もなくやってるのが中国共産党 で日本人いくらそれをやっても日本政府文句言わないじゃないですか。そうですね、で日本政府、日本の教科書にはいろんな文句をつけると、うん、ね、あれ軍国主義の復活は何だとかって、ね、歴史を修正しようとしてるとかって、はい、いうくせに自分たちは徹底した反日教育をしてる。それに対して日本政府も、中国政府はこれ将来戦争を起こしたいと思ってるんですかと、ね、そんなこう反日感情を幼い頃から植え付けるというのはね、それも将来戦争をしたいという前提でやってるんですかと、うん、いやそれは内政これ内政干渉じゃないでしょと、私普段以前ね、なんか歴史問題をうんぬんって言ってきたでしょうと、うん、これおかしい、そういうふうにやっていかないとダメなんですよ。もうバンバン言い返さないと、うん、それ黙ってると徹底的にやれるんですよ、ね、うん、そんな国にね、去年一昨年まで ODA ずっと出し続けてきた、うん、日本っていうのが、でもそれはだからキックバックとかがあるから、だそういうこうその理念外交ってものを置き去りにして、その自分がキックバックもらえるとかね、そういうので延々とやってるわけでしょ、うん、はい、うん、だからもう理念を失ったり国家観を失ったら国はダメになるんですね。そうですね、うん、はい、でこれ平井さんが、はい、中国やその手下の美中議員が喜ぶ人事、これはタルミさん、はい、タルミ中国大使交代へ、はい、後任には金さんかと思ってます。金杉さんじゃないんですね。金杉中インドネシア大使ということです。
これもうあのここ変になってるけど決まったんですよね。はい、みたいですよね。うん、でこの垂水さんっていう人は本当にあの中国に対して言うべきことはきちっと、うんうん、あの発言していた大使で、うん、まあ、非常にこの信頼のできる人なんですよね。うん、でこれを中国が気分を悪くしてるって気にしてたのが岸田総理で、うん、だから今回なんかあの金杉さんとかいう人に交代をさせたわけですね。うんうんうん、でもこれはね間違ったメッセージを中国に与えるわけですよ。うんうん、これはねやっぱね言うべきことはあの山岡さんおっしゃったようにね言うべきことは言わないと相手は分からないわけだから、うん、これははっきりとあの言うべきなんです。結局日本人同士で話せば以心伝心ってあるかもしれないけれど、うん、向こうは異民族であり考え方も何も全部違うんだからこれは違うと思ったらこれは違うぞって言わないと、うん、コミュニケーションが、ね、成り立たないんですよ。うん、もうこっちのことを、ね、思うばかりなんてことはないんだから。うんうん、でね、海外で暮らしてると分かるんだけども中国、まあ、韓国もそうだけどもガンガン言い合うのが当たり前に感じちゃうんですよ。うん、日本人的にはそれはこう避けたい無粋なことだけども、はい、彼らのカルチャーは言い合うのが当たり前です。もうガンガンもう顔こんなもう、うん、もう1センチとか近づけてもう唾飛ばし合ってガンガン言い合うのが普通なんです。うんうん、だから黙ってたら異常なんですね。うん、でもバンバンもう机叩いてもうそれおかしいだろう、もう詭弁でも何でも言い返すのが当たり前のカルチャーなんですよ。うんうん、だからせっかくいい人が外務省にもいい人がいたのにね。そうですよ。うんうん、きちんとね日本の国益に立ってあの理不尽なことを中国政府が言えばきちんと言い返す人だったんですよ。そういう人をわざわざ変える、うんうん、というところに岸田政権の本質体質がよく表れてますね。はい、はい、はい、それではこのセッション終わって、はい、この後はニコ生で四つ目の表現の不自由展です。ニコ生にご移動ください。はい、そちらでお待ちしております。